こんにちは。親父の家のジジイです。本棚紹介9、10、コミック棚の2棚を紹介します。コミックが置いてあるこの部屋は整理ができていません。その中から、こちらと、そして、裏に回って、こちらの棚を紹介していきたいと思います。無用の助。子供の頃、少年マガジンに掲載されていました。巨人の星や明日のジョーなども同時期に掲載されていて、毎週少年マガジンが発売されるのが楽しみでした。賞金稼ぎの無用の助が強い、ニヒルで優しさもあり、その苦闘や活躍をワクワクしながら読んでいました。これはリード社版の全9巻で大人になってから買いました。テレビでは伊吹吾郎さんが主演で放送されていて、それも欠かさず見ていました。影狩り。これも無用の助と同じ斎藤隆夫先生の作品です。隠密狩りを家業とする十兵衛、日光、月光が活躍します。週刊ポストの連載だったので、購読年齢も高く設定されています。映画化もされていて、十兵衛は石原裕次郎でした。この作品は私の大好きなコミックベスト5の一つです。生き神全10巻。生き神が配達されると24時間後に死にます。その24時間をどのように生きるか、配達人の藤本健吾の苦悩がうまく表現されていて、感動で泣きそうになる場面もありました。翼全28巻。ファンタジックの世界。登場人物のさくらはカードチャプターさくらから来ていて、他の作品の登場人物もあり、全部を読むとその世界が無限に広がっていきそうです。緑の牧場を全16巻。成田ブライアンで盛り上がっていた1990年代に出た作品。このコミックは泣きました。親分との別れのシーンで涙が止まらず困った記憶があります。母親との再会、ライバルカスケードとの戦い、ギャグ漫画ではなく私にとっては
感動作品です。テレビ放映も欠かさず見て、エンディングテーマのとっても馬並みはカラオケでよく歌いました。パプは全14巻。南国少年パフはパプワ君の続編です。アニメ化もされていますが、さすがにこのアニメは見ていませんでした。二棚目の紹介をします。スプリガン全11巻、アクション漫画。大昔、現代より優れた文明があったという設定です。まあ、これは私は読んでいません。プルートゥー全8巻、手塚治虫先生の鉄腕アトム、地上最大のロボットのリメイク版。アトムが主人公ではなく、ドイツのロボットゲジヒトが主人公になっています。手塚治虫の世界観は生かされ、作者の世界観もしっかりあり、とても面白い作品です。ドラゴン桜全21巻、これはテレビドラマを見てから買ったものです。この作品から東大を目指した人もいるでしょうね。2005年のテレビ放映からもう15年も経っています。阿部寛、山 P、 長澤まさみ、新垣結衣など豪華なメンバーのドラマでした。ハンターハンター、まだ掲載中で、単行本も36巻まで出ていますが、手元には32巻までしかありません。残りはこれから購入して全巻揃えたいなと思います。救済が多いので何巻まで続くか分かりません。ブルートーは2セットありました。これは気がつきませんでした。なんで2セットも買っちゃったんだろう。虫師全10巻、この本は読んでいません。怪奇な世界を表現しているようです。多分息子の蔵書だったと思います。この乱雑になっている部屋を整理して、真ん中にテーブルやソファーを置いて、コミックを楽しめる部屋にしていきたいと思っています。それではまた。